Welcome to Her Confidence Her Way podcast. This is a podcast for women who know that there is something burning inside of their heart and are ready for more. Hey, girlfriends, I am Emiko Rasmussen, your host and a founder of Her Way Collective. Together, we are breaking through our blocks that stop us from taking the next action. We don't just make everything all beautiful here, we are keeping it all real. There's no magic, no easy shortcut, and of course, no overnight success. But that is okay. We don't have to do this all alone. Are you ready to become limitless? Let's go. Hey, girlfriends, how are you doing? And thank you so much for listening to Her Confidence Her Way podcast. 皆さん、こんにちは。今日もこのポッドキャストを聞いてくれてどうもありがとうございます。This is a recording version of Teaching Tuesday. Every Tuesday, which is Japanese Wednesday, every Wednesday, I come in and teach you guys about mindset that helps you to get the result that you want andJust break through all the limiting beliefs that we have, or you didn't know that you have. And all the Teaching Tuesdays are happening inside of my free community, Her Way Collective. So if you are not in that community, feel free to join. You can go to my website, www.herconfidenceherway.com, or you can come follow me on Instagram, where you can find the link.To join this community. このエピソードは私が毎週火曜日にやっている Teaching Tuesday のレコーディングバージョンです。でね、もしもこのエピソードをもう聞いたっていう方、That's great! But guess what? Repetition. もうリピートして何度も何度も聞くことって大切なんです。Why? Because sometimes you miss things or sometimes you need to hear several times to really understand it, right? なのでもう毎回毎回こう聞くことってすごく大切なんです。I'm gonna remind you one more time. If you are not part of the members, make sure you join us, okay? Alright, please enjoy today's lesson. Let's go!Okay, it is live and I'm super excited! 今日はですね、いつもは Teaching Tuesday で私が、まあ、ビジネス、そしてライフにおいてのね、大切なマインドセットだったりを教えているんですけれども、今日は特別にゲストをお迎えしています。幸子さんです。バミューダ諸島の幸子さんをお迎えしています。それではインタビューを始めたいと思うんですけども、これポッドキャストでも使うので、いつものポッドキャストのスタートからいきます。サチコさん、Welcome to Her Confidence Her Way Podcast. How are you doing today? Yeah, I'm really good. Thank you. And then thanks for having me today. I'm so excited. Thank you. もう、サチコさんは、3年もう4年になるっていうことですよね。ん？あ、恵美子さんのことを知って、はい、知ってそう、うん、あれ2016年の秋とかじゃなかったかしら。あ、じゃあもっと4年かなと思いますね。私が初めてポッドキャストを始めるっていうことで別のポッドキャストの番組にたまたま招待されたじゃないですか。自分でピッチしに行ったわけなんですよね。ねえ、そうだったんですね。そう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 。舞台裏してびっくり。そうなんです。いやいやいや、ね、だから、何でしたっけ、ハッパ英会話っていう、ね、ジュンさんがやっているハッパ英会話っていうポッドキャストで、あ、このポッドキャストなら、おそらく私の価値とかを提供できるかなと思ったので、うん。そうですよ、バッチリ、一発で心つかまれちゃってこんなに面白い人がいるぞっていうんでね、でポッドキャスト始めるってね、恵美子さんその時に言ってたから、もうこれは聞かなきゃと思ってずっと待ってて、リリースされたらすぐ聞いて、わー、うん、そうですよ、だからもう4年以上ずっと大ファンですありがとうございます。 Thank you, thank you。
はい、なんかすごい私の声が聞こえるんですけど、漏れてます？いや、私は全然クリアに。うん。OK。That's OK。いや、多分大丈夫だと思います。なんか自分の声とかこう響いてくるの嫌じゃないですか？ポッドキャスターなんですけれども、なんかね、自分の声がいまだになんか聞こえちゃうのって好きじゃないんですよね。わかります。なんか分かる。うん、いやー。はい、ということで、今日はですね、幸子さんをお迎えして、インタビューをさせていただくんですけれども、私は幸子さんのこともすごくすごくたくさん知ることができているのですが、知らない人のために、幸子さん、自己紹介をぜひお願いします。あ、はい。じゃあ、せっかくこんな機会いただいたので、自己紹介をさせてもらいます。北出幸子と申します。1974年生まれの47歳です。20年以上前に日本の医学部を卒業して、その後大学病院で、循環器内科医としてずっと働いていました。で、その後、結婚に伴って、まあ、夫のお仕事の都合で、日本以外の場所をちょっと転々とすることになって、で、そのたんびに現地で何とか仕事を見つけて働いてきました。なので、今は循環器内科がメインというよりは、その家庭医とか総合医ですね。アメリカで言うと、CPC、PCP か。とか、あとは GP なんて言われる色合いが最近強くなってきています。で、今お話にもあったように、4年以上前に、たまたま、英語の勉強でね、聞いてたポッドキャストに、突然恵美子さんが現れて、なんて面白い人なんだろうと思って。で、そう、ポッドキャストの前に、ニュースレター始められたりとか、Facebook のグループ作られたりとかした時も、もうすぐ購読して、すぐグループにも入って、で、そうなんです。行動、そこまでは早かったんで、その後ね、何にも自分で行動せずにね、ただじっと恵美子さんを見つめていたっていうね、経緯があります。で、9年前かな？に、今住んでるバミューダ諸島というところに、まあ、やはり夫のね、仕事の都合で、引っ越してきて、で、そこでですね、残念ながら、医師免許、のライセンス取れなくて、現地の。で、ボランティアとしてずっと働いていて、で、どこか、自分自身の環境に腑に落ちないところがあったりして、で、去年の、春にね、世界的に、まあ、パンデミックのせいで状況が一変して、で、オンラインの、世界に皆さん身を置くようになったときに、恵美子さんが初めての、本当初めてじゃなかったんですね。ワークショップ前からもやってらっしゃったんだけども、大々的に、広く、ワークショップをされるっていうときに、なんて言うんでしょうね。今まで4年もくすぶってた、3年以上くすぶってた何かが動かされたんだと思うんですけど、それで、美子さんのワークショップに参加して、で、このチャンスを逃したら、ずっとこのままかもしれない。その自分の状況に満足しないまま、終わってしまうかもしれないと思って、まあ、危機感もあり、あと期待感もあって、それで、美子さんのプログラムに飛び込んだ。ことです。で、今年の5月末をもって、一応12ヶ月のプログラムを終えて、卒業して、今はちょっと、少し離れた立場で、まあ、この Facebook グループにはずっといるんですけど、ハーウェイコレクティブにはいるんですが、新しい一歩を踏み出したっていうところです。はい、ありがとうございます。そう、3年引きずってプログラムに入ったというふうにおっしゃっていただいて、で、それプラス、一番初めてオファーした時には、確か幸子さん、その時は入れないっていうふうにおっしゃって、そうそう、一回また見送りされたんですよね、確か。3月の、ワークショップでは、自分に、よし、やろうって言えなかったんですよね。いろいろまあ、いろいろ状況も重なって難しいなって思っちゃったんですよね。でも、5月のワークショップの時にもう一回、その2ヶ月間、
そうね、諦められなかったんですね。自分にチャンスをあげたいってずっとやっぱり思っていて、うん、で、5月に2期生として、満を持して入ったっていう。そうなんだから、本当ね、自分を随分待たせちゃったんですよね。そこについては誰にも負けない自信があります。でも多分それは幸子さんだけじゃなくて、多くの方がやっぱり自分にイエスって言ってあげるのがなかなかやっぱできない人ってまだまだたくさんいると思うんですよ。で、別にそれはなんか自分が悪いとかそういうことじゃなくて、やっぱり怖いじゃないですか。何か新しいことをする、やったことがないのってすごく怖いですし、怖い、何か新しいことをするときには必ず絶対恐怖とか不安っていうのがもういっぱいバーって出てくるわけですから、そんな状況でイエスっていうのはかなり難しいと思いません？そうですね。入ってみちゃうと、知ってしまうと何でもないんだけれども、うん、やっぱり未知のものっていうのに人はね、最大の恐怖心を感じるから、はい、それは、今、1年前の自分には、まあよくそこで踏ん切りつけたなって褒めてあげたいですけどね。うん、でその1年前ってどうですか？ 1 年前って本当に今、もうね、このプログラム、うん、私がオファーしているビジネスのプログラムっていうのは、本当に1年、のプログラムなわけですよね。だからもちろんコミットメントの分でも1年みっちりなんですけど、うん、どうですかその辺とかも。1年って最初はね、ちょっと長いんじゃないかと思ったんですよね。だからもう、なんでしょう。もう手厚くこう、ビジネス立ち上げた後、回すところまできっと見てもらえるんだろうなって思っていたんですよね。長いなって。で、割と他の、あまり私、そのビジネスって自分でやろうと、去年まで思ったこともなかったので、うん、あまり他のプログラムは知らないんですけど、後々見てみると、割と短期のプログラムのが多いから、1年のものって長い方だと思うんですよね、長期戦というかね。だからその時自分が思った感覚も間違いじゃなかったと思うんですけど、実際入ってみたら、1年ってすごく短くて、なんかね、なんでしょうね。この1年間で、私って見た目というか、その環境自体は何にも変わってないんですよね。だからバミューダで一緒に、普段、日常生活で会う人たちから見ると、私何にも変わってなさそうなんですけど、中はもう本当別人かっていうぐらい変わっていて、やっぱりそのトランジションというか、未知のものに対する恐怖心っていうのを、こう、ちょっとずつちょっとずつ克服しながら、一気にね、こう、なんでしょうね。こう、マントを脱いで、バン、変身みたいな感じにはちょっといかなくて、ちょっとずつ、ちょっとずつ、なんていうの、毛虫が蝶々になるのに、さなぎの中で少しずつ少しずつこう変態していくような感じで、かかっていくのに、ものすごくやっぱり時間がかかって、1年でもね、今思えば短かったなって思ってます。でもやっぱりそれぐらい時間をかけ、なんていうのかな、急に変化させることもできないことはないと思うんですよ。外圧によって外側から、こう、無理やりっていうのでも、できないことはないと思うんですけど、やっぱりその反動が大きくてね、そのリバウンドの。なかなか自分の内側から納得して、こう、変わっていくことって難しいと思うんですけど、恵美子さんのところっていうのはやっぱり、強要しないから、そうそう、自分の力でね、少しずつ変えてって、行くプログラムだから、やっぱり、そう、12ヶ月でも、足りないかもしれないぐらいだと思いました。で、12ヶ月経った今、自分の次の新たな、また、大きなまた決断を幸子さんされたわけじゃないですか。そう、でも、そうなんですよね。1年前には思ってもみなかったことなんですけど、やっぱりなんだろうな。最初はもっとビジネスって、もう小手先というか、方法論みたいなのがあって、それに自分のやりたいことをこう、当てはめていくみたいな。皆さんパッションはあるから、こういうことがやりたいとか、こういうことが得意だってものがあるから、それをどっちかと、こう、アジャストしていくものなじゃないかと思ってたんですよね。でも実際は、
全く違くて、まあそういうプログラムきっといっぱいあると思うんですけど、恵美子さんのところは違うんですよね。で、やっぱり、その、自分がどう生きたいかみたいなところに結局行き着いちゃうんですね、ビジネスって。一生やっていくものだから。そして、うちに、その自分の具体的な、その、未来像というか、目指す先が見えてきたときに、私にはこれが必要だな、あれが必要だなっていうのがこう見えてきて、具体的に細かく、こういう自分に、まあ何年後にはなるんだろうなっていう予想が立てられてくるんですよね。それがその、パッと他の人が見るとちょっとビッグマウスというか、ちょっとそれはったりすぎないってそんなのできんのみたいに思われちゃうようなことなんだけど、自分の中ではすごいしっくりいってて、まあね、10年後、15年後にはこういう、ことをしていたいっていう、してるんだっていう、その見えたときに、その、私の場合少し、もう少し自分の中にこう、学びとして蓄積しておきたいスキルとか知識とかがあったので、まあ、今回卒業と同時にもう一つね、上の、リミットレスクラブっていう、そのビジネスを立ち上げた人がさらに上を目指すための、ごめんなさい、音が鳴っちゃった。あったんで、そっちに行くか、少し迷ったんですけど、今私に必要なものは、ちょっとそこではまだ学べない。そこはちょっとまだ早いかなっていう気持ちもあったりしたので、大学院に行くことにしたんですよ。なんで、30いくつで、大学院出てるんですよ。博士号取ってるんですけど、32?3?だったかな。から、15年ぶりぐらいにもう一度学生を今やってます。ビジネスも続けながら、まあお母さん業も続けて、あと地元のボランティアも続けながら、まあ学生も楽しくやらせてもらってるっていう感じですね。から1年前の自分からしたら、ちょっと思わぬ方向に転がってってる感じがします。いやでも、ここで幸子さんがおっしゃったその、ママでもありながら、ボランティアもやりながら、ビジネスもやりながら、もう一回学生になるって、これ、まあ、バミューダだったり、まあ、日本の外を出ているから、周りでそういうことやってる人は、もう当たり前というか、たくさんいるじゃないですか。特にアメリカなんて、私も、オンラインの大学で働いてたので、もう全然なんだろう、ママでも、パパでも、何歳でもね、もう本当に、変な話、こう、ディグリーを取る途中で、本当に、年で亡くなっちゃう方とかいるぐらい、おじいちゃん、おばあちゃん、そういう方ありますよね。そういう方もいるんですよね。うん、だから、そんな状況の中で、こう、自分がやりたいことをやるって、これ日本、例えばこの日本のカルチャーの中から考えたら、かなりはみ出た生き方してるんじゃないかなって。どうなんでしょうね。ちょっともうわかんない。ただ、今ね、やっぱりパンデミックでみんな価値観がガラッと、ね、変えられて、日本でも、どうだろう。割と、突飛なことではなくなってきてるのかもしれないけれども、やっぱり自分がね、20代で学生だった時とか、30代で、ね、論文書いてたりなんかした時には、多分、アラフィフの人が大学院に入ってきたら、なんだろうって思ったんじゃないかなと思いますね。大変そうなんて思っちゃったのかもしれないです。こんなに自然に普通に学生になるとは、自分では思わなかったですね。だから、ちょっと、あれかもしれない。見る人から見たら、ぎょっとするような選択肢なのかもしれないですね。いや、でも、すごく夢を与えてくれるような生き方でもあるかなっていうのはね、別にママだからできないとか、私はアラフィフだからもう今更遅いだとかね、やっぱそういうふうに言う人だってたくさんいると思うので、かなりここのストーリーだけでもすごくインスパイアされた方たくさんいるんじゃないかなって。そうだといいんですけどね。本当、いくつになっても遅いってことはないし、まあ、ね、医療の現場にいると、若くして亡くなっちゃう方ももちろんいるけれども、どんどん今、ね、人生長くなってて、ね、人生100年なんて言われてると、まあ、アラフィフだってまだ半分ですからね。
そう、本当に、やれること、今やっとかなきゃっていう。本当ですね。で、今、アラフィフっていうお話もされてるんですけれども、アラフィフはでも、アラフィフで、この、ね、テクノロジーとかっていうとこう、生きる上で、アラフィフなりの、辛さというか、壁って、特に、オンライン、大学も今、オンラインですか、うんうんそうです。もうオンラインです。オンサイトだと9ヶ月ぐらいで終わるんですけど、オンラインにする、フルオンラインにすると、その進捗状況によるけど3年とかかかっちゃう、プログラム。最初ね、もっと気軽な、ちょっと単位をちょこちょこ取るようなのにしようと思ったんですけど、向こうのテューターの方と喋ってるうちに、それじゃあ、自分が欲しいものは得られないよね、なんて言ってるうちに、ずるずると。そっちの方に入ってっちゃったんですけど、いや、でも、そう、確かに、恵美子さんのこの、ハービジネスプログラムって、20代の学生さんから、アラフィフ、アラカンのベテランの方まで幅広くいらっしゃって、皆さん住んでる場所も違うし、置かれた状況も違うし、やってらっしゃることも違うし、パッションに思ってることも違うんだけれども、やっぱり同じ、コーチエミフィルターを通って入ってきてるから、こう目指す、こう見てる方向は一緒なんですよね。なんですけど、やっぱり年齢を重ねていろんな背負ってるものが大きかったりとかすると、やはりあと長いね、人生の中で50年も生きてくれば、その処世術だったり、その自分の経験に基づく、ポリシーみたいなものがやっぱりあったりして、で、より、トランジションに時間がかかったり、苦悩したりするってことはあると思うんですよね。で、私も案の定、もちろん例えばインスタグラムのアカウントすらも持ってなかったわけですよ。で、まずじゃあ、インスタのアカウント作るかみたいなところから始めてるわけなので、もちろん、そういうのをもともと使いこなしてる方からするとね、ハンデはあるんだけれども、やっぱり、50年サバイブしてきたっていうね、自負もあるし、そうそう、知恵もあるわけですよ。おばあちゃんの知恵袋じゃないけどね。だからそういうのものをうまく使って、それなりのやり方があるかなとは思います。なので、で、やっぱり若い人なら若い人なりのぶつかるところがあるし、ね、その世代ごとに、環境ごとに、必ずどの年齢だったら、どの環境だったらスムーズにいくなんてものは多分ないので、だからそれは、そう、もし、自分の環境とか年齢とかで諦めてる人がいたら、何歳でも、どんな環境でも、全く同じなので、それは思い切って、飛び込んでほしいなって思いますね。自分に、チャレンジすることを許してあげてほしいなって。思いますね。確かに確かに本当に私のプログラムって30代から始めるとかママのためのとかそういうとこではフィルターが全くないんですけど、だから20代の子もいればだからもうスマホで成長してきた子もいればアラフィフまたは本当に55まで。いや、タイプライター打ってましたからね。あ、またごめんなさい、ガタッと音立っちゃった。タイプライターでも想像つかない。いや、だから、ジェネレーション X の中には、大学でタイプライターやったよっていう人もいれば、子供の時に欲しくてタイプライター買ってもらったよみたいな人とかもいっぱいいて、やっぱりちょっと世代のギャップみたいなのあるんですけど、お互いに、リソースを持ち寄って助け合えるっていう場所ではあるので、お互いに、経験を生かし合えるっていうのは、いいことかなと思いますけどね。いやでもテック系のね、壁っていうのは意外に大きいんですよ。そうですよね。そう。超えてみるとね、大したことなかったりするんですよね。もうね、テック系は本当にダメなんですって言ってくる。苦手意識がまず初めにね、来ますもんね。あって、やっぱり難しそうだなって思っちゃうし、とにかく知らないものはやっぱり怖いし、難しく見えるんですよ。で、でも、どんな方もやってみると意外にね、
できちゃうものなので、まあ、やっぱりチャレンジ、行動してみないと、だなって本当に。この1年ね、さちこさん、ちなみに意外にできちゃったものってどんなのがあります？例えばこんなテク、自分が1年前こういうものなんかできる想像もできなかったみたいな。いや、もう本当に普通にウェブサイトで自分のサービスをね、紹介するページが自分で作れるとは思わなかったですね。なんかやっぱプロに外注しないとダメなんだろうなってこう思い込んでいたので、今はね、もちろんほら、フルスクラッチで作れるような方もいらっしゃるけれども、あれ、無料でちょっと作り変えるだけでこのテンプレートをそれらしく見せてくれるサービスっていうのがいっぱいあるので、まあ、そういうのはね、できる子から、これどうすんのって言って教えてもらいながらね、手取り足取りでやると意外にできるなって思います。あと、一番苦労したのは実は、クライアントさんに契約してもらうときに作る利用規約。これがやっぱり法律のことなんて勉強したことないので、その医学部でね、医師法とかぐらいは勉強しますけど、全くその法律のことは分からなかったので、それを作るのがね、やっぱすごく大変でしたね。でも、それはテクノロジーとはまたちょっと違うことではあるけれども、今後ね、そのビジネスを大きくしていく上ではやっぱり避けて通れない場所ではあるので、例えば、日本に住んでるのか、アメリカに住んでるのか、もしくはバミューダに住んでるのかによって、どうやって、そのワーキングビザを取るのかとか、もしくは取れないのかとか、あとは収入に対してどうやって、ね、どこの場所に、どうやって税金を払っていくのかっていう、そういう、もっとテックではないけれども、テクニカルなところなども、やっぱり結構みんな、全く知らなくて、ね、病院でしか働いたことなくて、全部そういうのは病院側がやってくれてるものだから、私はそういうのは知らなくていいって、ね、思ってたので、そういうことも含めて、学んで、みんなと共有してっていうのも、そう、できるとは思ってなかったし、もう、やらなきゃいけないことも知らなかったのが本音なんですけど、やらなきゃいけないことを知ってやれたっていうのは自分としてはこうなんか意外でしたね。あ、できるんだ私にもっていうのはありました。そうですね、そういう確かにその専門知識というか、なんて言うんだろう、こうコントラクト契約書の書き方だったりとか、まあもちろん私も教えて、そこは私も教えてなくて、なんでかっていうと皆さん住んでるところとかも違いますし、だからタックスのね、税金とかっていうのも、これを私もそれはもう全部専門家の方にお願いしているので、私も本当はそこは何もアドバイスとかコーチングとかっていうのは全然してないんですけれども、でもやっぱりぶつかるんですよね。こう、あ、これこの壁来た、だからこれ無視することができなくってもしょうがないからそこ通らなきゃいけないっていう、そう、壁の連続だった気がします。でも結局その壁もね、その遠くから見るとすっごい大きく見えるんですよ。富士山かってぐらいの。でも近づいてみると、まあ、高尾山ぐらいかな。これ関東圏に住んでる人しかわからなくて申し訳ないんですけど、遠足で登れそうな山だな、みたいな、そういう感じ。あって、じゃあ、どうですか、リアルに。どんな壁にぶつかりましたか、今まで。やっぱりね、恵美子さんがいつもね、ハーウェイコレクティブでも言ってるし、ポッドキャストでも言ってるし、プログラムの中でもいつもおっしゃってることなんだけど、やっぱりね、思い込みの壁を、こう、破っていく、その繰り返しだった気がするんですよね。例えば、私には時間がないとか、私には、例えばテクノロジーのことはできないとか、私には法律の知識がないから、利用規約なんて、ものすっごい長いのが必要だったんですよ。私ね、ジャンルが医療なので、やっぱり、いろいろね、訴訟になったりすることもなくはないのでね、そのためにどういう契約を作っていくかみたいなのもかなり、キツキツに詰めていかないといけないので、まあ、実際最後は結局、
法律を専門にやってる友達にも助けてもらいましたけど、そういうね、知識がないから、そんなもの無理だとか、そういうその小さな思い込みからすごく大きな思い込みまで、例えば私の場合だったら、その、まあ、同業者の方だと結構分かってもらえるかなと思うんですけど、医者は現場で、臨床って、まあ、患者さんに、こう、接することを、まあ、臨床の現場って言うんですけど、で、働いて、なんぼ。それが正当派というか、であるべきみたいなところがやっぱりあって、まあ、結局、蓋を開けてみたら、まあ、いろんな働き方があるし、いろんな、働き方をしている医者が結局求められてるっていうことも分かったので、今は納得なんですけど、で、それ、でもなおかつ私はやっぱり現場が好きっていうことも分かったりしたんですけど、そういう、こう、大きな思い込みからちっちゃな思い込みまで、もう、ものすごい小さいことで言うと、一番最初に、私が恵美子さんとなんか、こう、なんかしつこくやり取りさせてもらったのが、顔を出すこととか、名前を出すことにすっごい思い込みが、なんかその抵抗があって、実際今これ多分聞いてらっしゃる方も本当にすごく抵抗ある方多いと思うんですよね。もちろん、個人情報の保護っていう意味では、不用意にね、自分の個人情報を晒すことっていうのは問題があるとは思うんですけれども、その自分のやりたいことをやっていく過程で自分の名前が出るとか自分の顔が出るっていう、そのどうしても必要な場面が出てくるときに、そこで意固地に、いやーちょっと無理なんですっていう、なんかこう、じゃあなんでですかって言われると、じゃあ、なんでだろうってなっちゃうと思うんですけど、そういう思い込みとか、その、抵抗感みたいなのがすごくあって、そういうのを、打破してきた一年だったように思いますね。ありがとうございます。エリカさんが両方、高尾山も富士山も両方登りましたっていう。富士山登られたんだ、それすごい。してます。そして、Facebook ユーザーの、ちょっと名前が出てこないけど、思い込みの壁、いい言葉って、多分みんなぶつかりますよね、ここは。ね、本当にそうなんですよ。もうそんなのの塊なんですよ。で、特に年齢重ねれば重ねるほど、その自分の経験で、こういう、こうした方がいい、ああした方がいいっていうのはやっぱりあるし、実際それが正しいこともあるんですよ。自分の、住んでる場所では、とか、自分の置かれた環境では。でも、新しい世界に飛び込んでった時には、必ずしもそれが正解じゃないっていうことに、なんか気づかないんですよね。その自分の中のその正義みたいなのもあるし、こうした方がいいっていうだけじゃなくて、こうすべきだみたいな。そうそうそう。すごくこれが、今私が教えているパラダイム、もう決まった考え方だったり、ビリーフだったりって、なんかこうすべき、こうしなきゃいけないっていうところですね。富士山何回も登られたそうです。でも今ちょうどいい機会だと思うんですよ、パラダイムシフトには。なぜかっていうと、世界が、すごくこうドラマティックに変わっていて、自分の働く環境も、なんなら自分の家族が置かれてる環境も、本当に、2019年までとは違っていて、何が常識かっていうのも、みんなが疑えるような状況になってるので、本当にいいチャンスだと思うし、自分もよく私もありますよ、そういうの。あります スクリーンタイム、子供のスクリーンタイム。3時間、何でしたっけ ?1 日何時間ってあったじゃないですか。一応小児科の先生だと2時間推奨です、ね。2時間か。全然2時間以上子供やってるんですよね。オンラインに。そうそう、オンラインの学校はね、そのスクリーンタイムに含まれないのかな。それがよくわからないです。わけわからないんですよね。何なの?じゃあ何なの?って、それでスクリーンでを2時間やるのが悪いから、でも学校のスクリーンはじゃあ何が違うのみたいな。わけわかんなかったりとか。本当そう。そう。ねえ、本当に。で、あと、幸子さん、私も同じ疑問を持ってた。そうなんです。自分が思ってることはね、世界中の人が思ってます、大体。本当ですね。内容のさ、スクリーン自体が良くない。ね、本当にもうわけわかんないですよね。もう、だからパラダイムシフトっていうところはそうだけど、私はあと幸子さんで、すごく印象的というか覚えているのが、まず、ビジネスを始めたとしても、この、
何っていうのは分からないまま始めたわけですよね。何にもサービスとかも何にもアイデアも、うんうん、なんとなくぐらいはありましたっけ？そう、自分のウェブサイトなんかにはちょっと書いてるんですけど、うん、もう長らく、その、口コミでボランティアで、うん、結構日本の外に住んでらっしゃる女性の医療サポートとかはやってきてたんですよね。で、それが求められてるっていうのは、うすうす分かってたんですけど、ほら、やっぱりそこでべき論が顔を出すわけですよ。医者は病院で、診療して、ね、検査したり治療したり、その後のフォローアップをしたりとかして、こう、病院とともにその患者さんと付き合っていくのが、医者としての正しい働き方だ、みたいなものがあったので、それ以外のものがちょっと邪道に見えたんでね、あくまでそういうことは、ボランティアにはなるけれども、ビジネスとしては、ちょっと違うんじゃないかと。で、特にそのパンデミックが始まってから、まあ、日本人にとっては、まだ少し、その、なんだろうな、認知されてなかったコーチとかコーチングっていうのがバーッと入ってきて、で、そういうビジネスを始めてる方もたくさんいる中で、私のそのパッションを持ってそのやってるその日本の外にいて、ただその海外でね病院受診したりとかするときに困ってる方をこう助けてること自体はそのコーチングとは違うし、そのビジネスにはならないだろうってもう思い込んでて、でも私のリソースはもっと使えるはずだみたいなのはあったわけですよね。なのでそのなんだろう、なんとなく私のリソースは使えそうだっていう見込みはあったけれども、そのどういうビジネスがいいのかとか、どういうものが求められているのかっていうのはもう全然はっきりしないまま、とりあえずもう飛び込んでみたっていう感じです。で、実際そのワークショップに一緒に参加して同期になった人たちもはっきりしてる人の方が少なかったんじゃないかなと思います。もうビジネスやっていて、私から見ると雲の上みたいな人も同期として入ってきてたんですけど、その人たちにはその人たちなりの悩みがあったり、行き詰まりがあったりして、その、ね、やっぱり皆さん、何かこう打破したいものがあって入ってきてたような気がします。で、私ももちろん何もわからない状態で、その何でしょう、入ったら何か見つかるかなみたいな、そういう割と何でしょうね、楽観的な気持ちで入ったような気がしますね。うん、そうですね。で、そこでやっぱそのなんとなくこれって決まったものの、今度はそこでお金をチャージするっていうところでも、結構これは今までボランティアでやってたものなんだから、これをお客様にチャージするのはっていうところでも結構そう、ただ医者って割と初期の頃から、特に今の新しい研修制度で研修受けてる若い子たちは違うんですけど、私たちの世代ぐらいだとずっと日雇い労働者なんですよ。ちゃんとしたそのコーポレートで働いてペイチェックもらってみたいな、そういうのはなかったので、その労働の対価でお金をもらうっていうことはある程度慣れてはいたし、私の知識や技術がお金を生むんだっていう感覚はもちろんあることはあったんですよ。だから1時間でこれぐらいもらえるっていう、その、なんでしょうね。その、私たちの業界の常識みたいなのはあるから、まあそういう感じで稼ぐことはできるだろうみたいなのはあったんですけど、ただ実際、自分がやっぱり、その、長年ボランティアでやってきた、その、海外に住んでる日本人の方の医療サポート、健康相談みたいなものを、その、ボランティアでやってきたのに、それに、いきなりその、対価を求めていいのかっていうのは結構大きな山だったような気がしますね。で、求められてるのは分かってる。で、ビジネスになりそうだっていうのも頭では分かってる。だけど、なんでしょうね、その、ヒポクラテスの誓いじゃないし、赤ひげ先生のあれじゃないんですけど、やっぱり、ね、いわ人術っていうか、そこに、儲けてはいけないみたいな
のがあるんですよね。その同業者の方だと結構分かってもらえると思うんですけど、そこが、納得いくのに少し時間がかかったと思います。まあそれは時間が必要だったんですよね。同じような環境で悩んでる、その同期の仲間がいたり、それからそのお金のマインドブロックってやっぱり、特に日本人は大きいんじゃないかなと思うんですよ。その教育上、そのお金の勉強も学校ですることなく大人になっちゃうし、場合によってはお金っていうのはちょっと汚いものだとか、儲けようと思って儲けてはいけないとか、お金は黙っててもね、人の役に立ってればついてくるみたいなのが、あるので、余計皆さん、すごい、そこは苦労されてたような気がします。でも、繰り返しやっぱり聞いていくうちに、少しずつその氷が溶けるようにね、そうなのかと、お金は感謝でエネルギーのね、受け渡しと同じなんだな、と思っていると、次第に、その、役に立てた方から払わせてくださいって言っていただけるようになって、あ、そうなんだって、これは受け取ることによってその人とその感謝のやり取りができるようになるんだって思えたら、受け取れるようになりましたね。ありがとうございます。多分ここでもね、多くの人がまだまだブロックしてるというか、思い込みがありながらね、壁にぶつかってる人がいると思うので、はい、すごく役立つアドバイスなんじゃないかなって思います。まあでもそんな幸子さんも1年経って、人からそのお金をいただくっていうところまで来て、もうだからね、何にもなかったところから1年間でこうやってビジネスを積み重ねてきて、これからこうなんかどういうことをしていくというか、どんな人をもっともっと助けていきたいとか、10年15年のビジョンがあるっていうふうにおっしゃってたんですけども、その辺もぜひよかったら教えてください。はいはい。まずなんですけど、最初はその個別のご相談が求められていることを口コミでどんどん広がって、お友達のお友達のお友達のって言って広がって、なのでそこがニーズがあるかなってずっと私も思っていて、そこにフォーカスをしてたんですけど、そうこうしているうちに、私のコミュニティでちょっと話をしてくれませんかとか、そういうお話をなんか自然にいただくようになって、あ、もちろんもちろんと、なんか私に話せることがあったら何でもって言って、最近いろんなところに、まあ、Facebook とか Instagram で知り合った方たちからお声掛けいただいて、まあ、主に海外に住んでいらっしゃる、まあ、日本人の特に女性のね、コミュニティで、機会をいただいて、大勢の方にお話しする機会が増えて、まあ、来てるんですよね。で、そうしてるうちに、そういう方たちからこういうこと知りたい、ああいうこと知りたい、こういうことを教えてくれませんかっていうのが出てきて、今はその、まあ、実際に病院に行って、困ってらっしゃる方のご相談ももちろん今もずっとやらせていただいてるんだけれども、その、私がもう、その、25年前に医学部に入って、確か学んだ時は多分驚きもあったと思うんですけど、もう遠く、あまりに昔すぎて忘れてしまってるような、そういう基本的な知識、私にとってはもう当たり前になっちゃってる知識とかも、ご存じない方もまだまだたくさんいて、そういうことをシェアするだけで、自分の体ってやっぱすごいんだなとか、こういうことが起こってるから私は今こういう、状態になってるんだなって分かってもらえるってことが分かってきたので、まあそういう、広く、医療従事者だけにその知識とか技術とかをこうね、キープしておくんではなくて、もっとシェアしていきたいって気持ちも出てきたので、まあそういうプログラムもね、今後、作っていくことになったんです。で、私一人じゃとてもできないんですけど、私本当に人との出会いに恵まれていて、いろんなジャンルで、医療の、こう、周囲ですね、こう、コネクトしていくようなジャンルの場所で、ご活躍されている方とかと、つながることができて、そういう方たちとコラボレーションという形で、いろんなお話をいただいていて、まあ、それも、どうなるのか先が読めないものも含めて全部お受けすることに今してるんですよね。なんか自分ができることがあるかなと思っていて。で、それとは別に、あとちょっと先
の話なんですけど、今一番ちょっと大きな目標なんですけど、やっぱり日本語を喋ってる日本人の方だと、やっぱり、言語の壁ってどこの国に行ってもあって、英語圏じゃなくても、やはり、苦労される方が多いんですよね。言語の壁とか文化の壁で。なので、そうすると日常生活もままならないし、ましてや具合悪くなってしまった時っていうのは、心身ともに余裕がないので、より壁が大きくなってしまって、もうニッチもサッチもいかないっていう、非常に危機的な状況に陥っちゃう方が多いので、世界規模で在外邦人、日本の外に住んでらっしゃる日本人のための、医療セーフティーネットみたいなのを作りたいなと思っていて、それは英語圏に限らず、まあ今オリンピックやってますけど、200以上の国のと地域があって、どのエリアにも、まあ、日本人の方住んでらっしゃるから、そういう人たちを、まあ、サポートできるような、まあ、最終的に、こう、救い上げられるような、セーフティーネットを構築したいなと思っていて、私一人ではもうできないですけれど、いろんなジャンルのプロフェッショナルもいるし、そういう人たちと、まあ、手を組んで作っていきたいなと。で、それをするにはやっぱりちゃんと自分の力量不足もあったので、まあそういうのもあって公衆衛生とか、ソーシャルアントレプレナーとかをちょっと勉強したくて、今大学に出るんですけど、あとは私みたいに、家族の都合で現場を離れてしまったけれども、現場が大好きで医療にはずっと携わっていきたいとか、それこそ、今私たちの仲間も分娩中ですけれども、子供も、そう。プログラムの仲間がね、今ちょうどね、赤ちゃん産んでるとこなんですが、お子さんを産んで育てていく過程で、まあ男女問わずね、一旦現場から離れるとか、あと介護で一旦現場が離れる。だけど、医療にはずっと携わっていきたい。自分の感覚は、ブラッシュアップしていきたいという方たちを、に働く場を提供する、まあオンラインで、っていうので、その医療セーフティーネットを構築した上で、そういう人たちの働く場も作っていきたいなっていう、野望があって、それをちょっといつか、まあ、実現しようと思ってはいます。ぜひぜひ、もうそれはもう実現したっていうことが、もうそれが当たり前とした状況から、もう自分の物事を決めていく。そうなんですよね。なんかそういう目標が立てられると、逆算していくと、あ、今これをやんなきゃ、あれをやんなきゃって。ね、ただね、そう階段は登らなくちゃいけないんですけど、だから動かなきゃいけないんだけれども。来てますよ、拍手が。ありがとうございます。そう、とは思っています。これでも1年前は全然ここまで見えてなかったですね。全然全然。いや自分の状況にもやもやしてただけです。なんとかならんかって思ってた。素晴らしい。まあ本当にありがとうございましてね。コメント見ていただいても分かると思うんです。幸子さん多分見れないと思うんだけど、グループでも本当に幸子さんってやっぱお人柄なのかもすごく本当に幸子ファンが本当にいて。皆さん、ね、皆さん、意外に大丈夫かしら。どなたかちょっとわからない、名前がわからないんですけども。みんなね、大丈夫かしらと思って見てるんだと思うんですけどね。いや、ね、マリーも見ていただいて、本当に、ね、そうそうそう。まあ、そんな本当にお人柄もすごく素敵な幸子さんに、Her confidence, her way, power questions. これはもう本当に、ね、私が、ポッドキャストを初めて配信したときは、Her confidence, her way ではなかったんですよね。違う。ものすごい発音しにくかった。本当にね。なんであんな名前にしたんだろうって、ね、今思うと、でもカタカナ読みすると OK なんですけど、それを英語読みすると難しい。ね、ハーグローバルボイスね。ハーグローバルボイスって、No. Her real global voice。あ、リアルが入ってた。あ、そうだよ。もっと複雑な。やたら言うのが難しいっていうのは、あ、ごめんなさい。なんかどうしても触っちゃう。そうそうそう。言いにくいんですよね。めちゃめちゃ。そうだ。
real が入ってたわ。今のね、このメッセージ、ゆかりさんです。ゆかりブラウンさんでした。ゆかりブラウンさん、ありがとうございます。ありがとうございます。そうそうそう。うん。で、まあ、そこから始まって、その当時はまだ Her Confidence Highway ではなかったけど、その時から本当に、このポッドキャストもずっと応援していただいて、幸子さん、もう何年後にして、ついに。自分が出てくるとは思いませんでしたね。なのでね、もう本当にいつも通り、Her Confidence Away の Power Question、いつも多分聞いてる側だと思うんですけども、はい、だからこの質問はね、すごく幸子さんにとってはファミリアだと思います。うん、ファミリアってなんて言うんだろう。ね、親しみがあるかな、うん、ね、慣れ親しんだ質問なんだけど、はい、でも実際自分で答えようと思うと結構難しいですよね、この質問ね。皆さん、ね、答えたこともない。そう、インスパイアしてくれるようなね、お答えをみんなされてるんだけど、うん。じゃあ、幸子バージョンでいきましょう。Her confidence, her, her way, power questions. Are you ready? はい。Okay. 初めの質問は、幸子さんにとって自信とは何ですか、はい、そして、どのようにして自分を信じてあげていますか。ね、これはもうね、納得して、一つ一つ、その、選び取っていったその積み重ねでしかないかなと思っているんですよ。自慢できるような経歴とか、自慢するような実績とか、そういうものは全く自信にならない。どんなにすごい人、すごい、この人すっごいなって思ってる人でも、必ずしも自信があったりするわけじゃないっていうのを、この一年ですごく学びました。で、まあ、地に足がついてるというか、その自分が今ここに生きてることっていうのを実感するだけで、うん、自信になるかなって。で、私は自分が頑張れてないと人が羨ましくなっちゃうんですよ。比べちゃうんです。で、自信がなくなっちゃう。で、自分が納得できるまで、その、頑張ることが私の場合は、その、なんだろうな。生きてる実感っていうか、自信になるかなって気がしてます。0.01% でも進んでる実感が私は自信になり、なるかな。選び取っていくその積み重ねかなって思ってます。はい。ありがとうございます。ね、やっぱね、ついついこう、大きなところを目指して、これをドカンとこういうのしたら自信があって思う人いると思うんですけど。逆です、うん。逆ですね。はい。Okay. Question number two. Passion. 幸子さんにとってのパッションは何でしょう？パッションはね、これはもう何だろう。人類愛みたいなところになっちゃうんですけど、もう、とにかくがむしゃらに頑張ってる人たちを応援することですね。どんな場所でも、どんな状況でも、その人がその人らしくあるために、私のリソースを使ってサポートすること。それが、まあ、100% できるっていうことはないのかもしれないけれども、うん、そういうことができてるんじゃないかと思えたときに、すごくね、大きな、こう、満足感が得られるんですよね。やっぱり私のパッションはなんかそこじゃないかなって思います。医療の現場であっても、オンラインであっても同じだと思います。ありがとうございます。ではでは、5個いきますよ。Limiting beliefs. で、まあ、メンタルのブロックだったり、こう勝手にね、思い込みで作ってしまう制限とか、たくさんあると思うんですけれども、まあ、たくさん乗り越えてきてるし、今でももちろんあると思うんですけども、まあ、たくさんある中の一つ、一つ二つ、ぜひ教えてください。そうですね。皆さん、もう、みんな共通する Limiting belief っていうのはたくさんあると思うんですけど、私や、もしくは私と同じような仕事をしている方、独特のリミティングビリーフっていうのを言うならば、やっぱりさっきも言いましたけど、その、医者たるものを現場で、粉骨砕身働くもの、身を粉にして働くもの、滅私奉公すべきもの、それからその、現代、あと、その、そういう思い込みと、あと、現代医学に従事するものは、それ以外の医学にあまり手を出してはいけないというような思い込み。この二つがやっぱり私の中ですごく大きくて、その、オンライン上ではやはり、現代医学が目の敵にされる状況も結構あるんですよ。
で、私はその現代学に従事してるから、そこから逸脱してはいけないんじゃないかとか、その、なんでしょうね、自分の行動そのものにこうリミットをかけるっていうのが大きくて、それが最後まで残ったんじゃないかなって思います。から、それを乗り越えるのにはやっぱり自分のパッションに変えるというか、自分が何をしたいのかっていうのが見えると、まあ自然にこう、踏み越えてるというか、そんなちゃちいことを言ってる場合じゃないだろうってなるんですよ。で、ちょっと話が長くなっちゃって申し訳ないんですけど、このハービジネスプログラムの中にも、ヘルスケアプロバイダーの、ピアサポートグループがあって、まあ、ヘルスケアプロバイダーのジャンルの中の方たちで、まあ、そういった話をする場があるんですけど、それは、まあ、医者だったり、看護師だったり、管理栄養士さんだったり、理学療法士さんだったり、薬剤師さんだったり、まあ、中医学を学んでる方だったり、アーユルヴェーダー学んでる方だったりね、セラピストだったり、皆さん、いろんな分野で、その、医療の現場で頑張ってらっしゃるんだけども、やっぱり私たちなりの、その、こう、自分にリミットをかけちゃう場所っていうのがあるんですよね。でそういうのはもう、その、先を見据えて自分が何をやりたいかって見えたら、これ、まあ、自然とみんな乗り越えてるっていう感じがしますね。ありがとうございます。これね、私も知らなかったんですけど、うん、このプログラムの受講生、うん、セッションたちが、うん、こう、自分で自発的にね、ドクターだったり、その、何でしたっけ、医療医学一応ね、名前そうそう、医学って言い切っちゃうと、そう、狭まっちゃうので、うん、ヘルスケアプロバイダーっていう名前。ヘルスケアプロバイダー。なるほど。そうなので、そう、いろんな、その、健康に携わる人たち。なるほどな。ね、そういうグループがあったりだとか、つい最近知ったけど、こういう、アラフィフ？あれ？アラフォーでしたっけ？うん、ごめんなさい。ジェネレーション X なんで、一応、アラフィフ、アラカン対象なんですけど、で、それなりに、その、おばちゃんたち、おばちゃんた、おばちゃんなりの苦労があるよね、みたいな。一応、ジェネレーション X ピアサポートグループって名前つけたんですけど、かっこつけすぎちゃって、結局みんな、アラフィフ互助会って呼んでるんですが。互助会しっくりくるから、そっちの方が。昭和の響きですよ、そうですね。そうそう。しっくりくる。とか、あとは同期のね。2期生のね、2世グループがあるっていうのも今日さっき知ったし、なんか、そういうのって本当に、私がそういう自分のプログラムを作った時に、ごめんなさい、ちょっと私のプログラムの話になっちゃうけど、ぜひぜひ。そんなとこまで私は全然、思ってなかった。そういうことができ、勝手にこういうふうにクリエイトしてくれるっていうのが思ってなかったので、なんかそういうとこすごく嬉しいなって本当に思いました。それだけみんなが、こう。そうなんですよ。やっぱり仲間同士ね、付き合う場もあるし、それこそ、コーチとかコーチングされてる方たちっていうのは、自分が一歩でも二歩でも先に行ってたら、自分と同じような道を歩んでる方に手を差し伸べて、導く立場でしょ、うん、そうするとやっぱりプログラムの中って、まあ、次から次へとみんな入ってくるから、やっぱり一歩先行ってる人とかがいるわけですよね。そしたらやっぱり、ああ、私と同じとこで引っかかってるって思ったりするわけですよ。そうすると、ほら、おいで、おいで、みたいな。ここはこうやって登ればいいんだよ、みたいな。一緒に山登ってるような感じなんで、そういうのやっぱりね、どうしても必要かなって。そうですよね。それってやっぱ私は別に私コーチだからとか先生だからみたいな感じですごいそういうふうにはショーアップしないけど、でもやっぱり、こうなんか、コーチに聞きにくいけど、ピアではね、聞きやすいとかね、とかありますよね。みんなね、礼儀正しくてきちんとしてらっしゃるから、なかなか先生じゃ全然ないんだけど、先生にはちゃんとしたこと聞かなきゃ、みたいな、それこそそれも思い込みですよね。うん、そうですね、思い込み。があったりするので、やっぱそういう時に、お互いに、気づき合える場所はやっぱり必要かなって思って、うん、まあね、ちょっと声かけ合ってっていう。いやー、ジェネルフォー、本当に。いやー。OK!
ではでは、じゃあ最後のね、パワークエスチョンなんですけれども、幸子さんにとってこの制限をかけていないもう自分のライフを生きているそのバージョンの幸子さんってどんな存在ですか？このなんていうの、このこういう車があってこういうお家に住んでとかそういうこと、もちろんそれもいやもうあり全然ありなんですけども、こう内面的にどんな幸子さんがいるかっていうのも知りたいなと思って。ああ、それはね、もう明確になんかこうそういう立場になった自分が想像できちゃうんですけど、どこにいるかわかんないんだけど、どこにいるかわかんないんだけど、とにかく私と同じような気持ちを持った、同じようなパッションを持った人たちがもう世界中にいて、その人たちとつながって、もう好きな時に好きなだけ、その、私たちのサポートを必要としている人を助けられてる。人生というか、まあ、生活を送ってるんじゃないかなって思います。なんかその時のイメージが湧くんですよね。その場所とか時間とか、その経済的な制限もそういう状況ではないですし、その自分の仲間ももうすでにたくさん見つけられてるし、そういう人たちと力を合わせて、まあできないことはないだろうなって思うので、そういう、人生をね、生きてるんじゃないかなと思います。今よりちょっと老けてるから、疲れやすくなってると思うので、その辺はね、より自分をいたわれてるかなと思います。今までね、割と自分に鞭打って、生きてきちゃったんですよ、50年。だから後半50年は、もっと、私いつも、クライアントさんには、自分のことを知って、自分をいたわって、そして好きなことをしてって言ってるんですけど、それをね、自分にもちゃんとやれてきてなかったんですよね、去年まではね。なので、その自分をもっといたわる生活を送れてるんじゃないかなって思います。That's beautiful. じゃあもう本当に今までね、ずっとシスターズたちをこう本当にサポートしていただいた幸子さん、ぜひね、このポッドキャストを今ライブで見ている方もいますし、ポッドキャストで聞いていただいている方もいるんですけども、ぜひ、全く本当に今のね、この変化が全く見れない状況だったりとか、なかなか思う成果が出なかったりっていう悩んでるシスターズたちに、どんな声をかけてあげたいですか？まずいつもね、美子さんが言ってることなんだけど、あの人ができたんだったら私もできるっていうのを思っていただきたいんですよ。私、同じ業界でね、四半世紀に20年以上、25年、働いてきて、そこから全然抜け出せなかったような、もうずっと同じことをただひたすらしてきたような人間で、よもやその自分の人生を自分で変えていこうみたいなことは全く思ってこなかったんですよね。で、なんだろうな、自分のことも本当分かってあげてなかったんですよ。で、きっとね、ね、パワーワードだけど、もやもやしてるっていうね、もやもやっていうのもすごい不思議な言葉だなと思うけど、本当的確に表してるんですよ。なんか納得いってない感じ。でも、その納得いってないのがどこから来てるのかもわからないのが多分もやもやだと思うんですよね。なので、まず自分を知ってあげてほしいなって。私の場合は体のことについていつも自分を知って、自分をいたわってって言うんですけど、まず自分を知って見ることから、ぜひお勧めしたいなと思います。恵美子さんのね、ポッドキャスト聞いたり、Facebook グループに入ってると、嫌でも、自分今どんな状況って、こう振り返らなきゃいけなくなっちゃうんですよね。だからぜひそれを恐れずにやっていただきたいなと。意外に自分のことを自分が一番知らないので、知らないことが怖いってさっき、ね、冒頭にも言いましたけど、自分のこと知るのってめちゃめちゃ怖いんですよね。でもそこは、何も失うものはないので。とにかく自分のことを知ることに関しては何も失うこともないし、怖いことも何も起こらないので、まずちょっとやっていただきたいなって思います。表面的な自己分析とかじゃないんですよ。じゃなくて、そう。で、あと、思い込みも多分いっぱいあると思うから、一つ何か考えがあったら、本当にそれはあなたが欲しいものなのとか、なんで私が、あなたっていうかね、私が欲しいものなのとか、私が欲しい結果は本当にこれなのとか、一個一個ちょっと
振り返ってみて、一見そういうことがすごくこう遠回りでものすごく時間がかかってる、かかっちゃうように思えると思うんですけど、それが多分一番近道かなって思います。あのね、ほんと 0.0001% の変化でいいんですよ、毎日。ほんのちょっと。ほんのちょっと。あの、例えば、靴脱い、履いてなかったら履くだけとか、履いたらドア開けるだけとか、で、ちょっと一歩出るだけとか、そういうことの積み重ねなんじゃないかなって、うん、思いますので。うん、ありがとうございます。本当にそこ大切です。うん、あの、ね、あの、ビジネス、例えばね、ビジネスやる人だったら、その、私いつも言うんですけども、その、インスタグラムのこういう風にやるとか、インスタグラム、この前も、あの、インスタグラムのバイオのね、部分のレッスンもやるんですけど、うんうんうん、そういうのは全然簡単なんですよ。教えるのも全然簡単だし、皆さん実践できるんですよ、すぐに。うん、でも別の今度はこのマインドセットの方になると、重いんですよ、やっぱトピックがヘビーだし、自分と向き合いたくないし、これはもうめちゃめちゃこう、鉛筆でこう書いて、もう本当にこういうワークをしなきゃいけないようなものなので、うん、めんどくさいんですよ。自分のビジネスにはすぐに結果が出ないっていうふうに思っちゃう人の方がほとんどなので、やらない？そうね。それであと思春期に乗り越えたと思った、なんか自分探しみたいなものの迷宮に入っちゃったりすることもあるんですよね。一人ぼっちでやってるとね。うん、あ、そうですね。うんうん。だから、そういう恐怖心みたいなのもひょっとしたらあるのかもしれないけど、でもやっぱりそこを、あの、例えばビジネスするしないに関わらずなんですけど、あの、長い人生100年生きていく中で、後半、まあ、同世代の方だとね、あと50年だし、20歳の方だったらあと80年もあるから、その、このモヤモヤのまま、ずっと100年生きますかって思っちゃうと、まあ、それ思うんだったら今ちょっとぐらい、その、ね、手を動かして時間ちょっと自分のために使ってあげるのも悪くないんじゃないかなって。Yes. 思います。なんかね、あとゴールを決めすぎないのも大事だと思ってるんですよ。今私もあのね、将来のビジョンが見えてますとかって感じられますなんて言っちゃってるけど、どこに流れていくか本当のところは分からなくて、で、それはね、やっぱりリミットかけない方がいいと思ってるんですよ。その、ここ2、3ヶ月でも私も思わぬ方向に、思わぬ出会いと思わぬ方向に進んでる自分がいて、それはそれで面白がって、受け入れてはいるんですけど、なのでそう、あまりそのきちきちに自分の限界とかって決めなくていいと思うんで、うん、so、でも、まあ、that's a good point. That's a good point. あの、それのレッスンしましたから、このグループの中であのゴール設定の仕方で、だからその幸子さんが言うゴール設定っていうのは、そういうなんかいくらいついつまでに何々するとか、いくら稼ぐとか、何人のフォロワーを増やすとか、まあ、何でもいいんだけれども、あの、そういうゴール、まあもちろんそういうゴールも あってもいいけれども、私たちが多分やってしまうことっていうのは結局制限をしてしまうから、自分でできるなと思うようなゴール設定の仕方をしっかりと分かってる人がほとんどいないので、自分でできるなって思うようなゴール。だからそこには成長がないわけ。だからこそ、幸子さんが今おっしゃったように、幸子さんがおっしゃった、あの、ゴールっていうのはもうビジョンですよね。It's a feeling、うん、もうフィーリングに近いものだから、うん、もうそれは本当にもう自分でどうやって叶うか、もう分からないようなものをポンって置いとく。で、そこにエモーションが入って、で、別にハウは知らなくていいわけなんですよね。ハウはね、本当ないです。本当にハウないの。その、なんだろうな、こういう、ことがしたいというか、こういう自分でありたいって思ってると、そっちに連れてってくれる人とかが現れるんですよ。本当？ありがとうみたいな感じで。そのただ、自分のこっち行きたい、こういうふうにありたいっていうのが明確じゃないと、それをサポートしてくれる人も現れないと思っていて、うん。でも、そう、そっちだけ見てると、そっちからね、こっちだよって引っ張ってくれる人が現れたり、背中を押してくれる人が現れたり、一緒に歩いてくれる人がもう自然に現れてくるっていう感じがします。Perfect. もう本当にありがとうございました。もうずっと話していられちゃうぐらい、もうたくさんね、素敵なアドバイスをもうたくさんたくさん、もうポロ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 、幸子さんの口から出てくる。ね、あの、12ヶ月、あの、苦しんだ、あの、誰も苦しんでない。
楽しかったんですけど、楽しかったけど、やっぱり生みの苦しみみたいなのはあって、まあそういう、そのなんだろう、あの、苦労したのは誰にも、みんな思ってるんだけど、苦労したのは誰にも負けないみたいなのあるので、そういう話はもういくらでもできるので、もしあの、なんか、同じようなところで引っかかってるみたいな方がいたらいつでも連絡いただければ。はい。ありがとうございます。Thank you so much! ありがとうございました。はい。ということで今日は、さちこさんをお迎えして、笑ってる。通じてるんですよ。本当に苦しい思いをしてる人ってね。ビジネスってただ単にキラキラしてないですから、本当に。キラキラし、内側は輝いていくけど、うん、キラキラしてる、まあ、するかもしれないけど、別にキラキラしようと思ってキラキラしてるんじゃないんですよね。自分が本当にパッションですごい本当にやりたいことをやってるから、こう、光って見えるのかもしれないけど、その内側にはもっと涙とかね、苦しみっていうのもたくさんあるのがビジネス、リアルなビジネスだと思います、本当に。本当ね。ね、肩が上がらなくなっちゃったらね、幸子さんだけ肩が上がらなく、あ、違う違う、あれはひろみさんですね。あれはひろみさん。名前出しちゃった。もうね、もうみんなあのシスターズって呼んでますけど、その別に強制的にシスターズって呼び合えって言ってるんじゃなくて、もう本当にね、お姉さんだったり、妹だったり、その本、あの、まあ、いとことかもあるかもしれないけど。幸子姉さんって書いてます。あの、本当お互いになんかすごく愛しく思っていて、大事な仲間なんですよね。Yeah. うん、そうです。Yeah. Okay, well, thank you so much. そして、あの、今、ライブで見ていた方も本当にどうもありがとうございました。ぜひぜひ、さちこさんとつながってください。インスタグラムとフェイスブック、うん、どっちがいいですかね。インスタグラムの方が多分探しやすいかなって思います。うん、はい、うん。じゃあ、インスタグラムのハンドル名はなんだっけ。さすが。いや、なんか、もう、こんななんですよ。あ、そうそう、ドクターサチコ、私のサービス名、ね、ピースオブマインドですよね。そうです、はい。師匠に言わせるっていうね。まあ、でも、こんなんでも皆さん大丈夫なんで、全然。お客さん来ますから、大丈夫です。大丈夫です。皆さん、あの、助けてくれます。クライアントさんが私を助けてくれるぐらいだから、もう。そう最高です、はいはい、どうもありがとうございました、オンラインホームドクターサチコまたはドクターサチコ underbar peace of mind って検索すると出てきます、はい、ありがとうございました。それでは、yes, have a wonderful day!